このバンドが出てくれるということで、皆さん楽しみにしてください。うん、で、結構気難しいんですよ。なんか噂だと、結構エッジの効いた、ああいうサブカル誌のインタビューとかでも、うん、途中で帰っちゃったりとか。もうインタビューなんて受けたりもするんだね。うん、受けといて4人とも口聞かないとか。今時珍しいね。結構そういうバンドみたいで。はあ、じゃあなんか変な粗相があったら、うん、もしかしたら途中で。そう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 、今日も帰るかも、帰ってしまうかも。なんか一回だけテレビ出ようかっていう話になった時も、そのバンドは、うん、今からゲストで来てくれるバンドはその、うん、生演奏じゃなくされそうになって帰ったり。なるほどね。全員逆、楽器とか全部を逆にして演奏したんですよ、うん、だからそれで、うん、分かる、言ってる意味。まあ言ってる。要するにその口パクっていうか、なんか音源を流す、生だから危ないから音を出せませんと、うんうんうん、いう風になったら全員、だからドラムはスティックを逆に持って、うん、ベースはそのよくネックの方をこっち側にしても、うん、裏側にして、うんうん、でラッパーとボーカルはマイクの柄の方での向かって歌って、リスト超とんがってるから、うん、とんがってるね、うん、まあ楽器は基本必要ないけどね、うん、まあね、それはまあまあ、まあ、まあ後々でいいですけど。ということで、皆さんもね、うん、箱根コナキンズが来るんでね、うん、質問メールを受け付けております。なるほどね。うん、でも、ね、ちゃんとした質問じゃないと、切れてすぐ帰っちゃうから。誰が全員切れるの？いや、一人だけ超切れるやつがいる。誰一人だけ切るの？ね、うん、ボーカル。え、ボーカルの人が、うん、なんだっけ名前、詐欺師。ああそう、詐欺師がでも一番、うん、そのなんか噂だけどね、そのメディアでこう、うん、なんとか露出していきたいみたいな、うん、いやそうなんですよ。これからリスナーに、うん、今からね、例えばその箱根コナキンズのメンバーに対して、うん、募集します、質問を、うん、例えば影響を受けたミュージシャンは誰かとか、うん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 、曲作りの苦労とかありますかとか、そういうのあるじゃないですか、うんうん、それをいつものメールアドレスの、うん、kw@allnightnippon.com、うん、kw@allnightnippon.com で受け付けるんですけども、うん、くれぐれも、うん、そのボーカルには失礼のないような質問にしないと、もう切れたらすぐ、あ、もうちょっとそんな質問されるんだったら、ちょっとやってらんないですねって、ブース出てっちゃって、うん、結構、ブース出て、そっちで暴れちゃったりしちゃうから。わかるが、うん。あ、そうなの？結構、なんでも OK なイメージあるけどね。ちょっと気難しい。あ、そう。そう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 。じゃあ、まあまあ、うん、失礼ないような。ないようにしてほしい。うん、俺よりね、もう一回言うけど、俺より1時間前に入ってましたけどね、日本放送に。何やってたの、1時間前入ってね。肩温めてた。肩、なんかそのバンドの練習するとか、うん、そういうことなの？いや、なんだけど、でもさっき肩に手やってたらね、うん、熱出すぎて焦げてたでいい。おい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 。アイシング頼むよ、大丈夫かな。詐欺師がボーカル、うん、で、コナキンがドラム、うんうんうん、で、底辺がベース、うんうん、で、相馬隆が、うん、ラッパーで入ってるんです。ああ、ミクスチャーバンドだから。なるほど、なるほど、うん。ちょっと楽しみですな。楽しみ、楽しみ、うんうん。で、なんかその、テレビで歌わなかったら、うん、エッジ聴いてるって思い込んでる、ちょっと古いタイプのバンドだから、その辺あんまり。さっきから聞いたら、いろいろ古いよね。インタビュー切れて帰るとか。いろいろ古い、まあ、古き良きというかね、悪くはないんでしょうけどね。もう絶対アルバム全部歌詞カード入ってないからね。とんがってるでしょ。とんがってるね。もうレコード会社とかもインディーズでやんないからね。はあ、うん。いやいや、そう考えると、うん、でもね、うん、コナキン、ドラムのコナキンだけ、うんうん、タモリクラブは出るんだけど。なんとかマニアみたいな。マニアです、うん、結構マニアのもいろいろあって。なるほど。タモリクラブだけは出るんで。まあ、ということでね、うん、あ、そうか。コナキンズがこの後登場して新曲、うん、あ、新曲披露もある、してくれるみたいですよ。うわー。ここで本邦初公開。うわー。これはありがたいね。で、これがデビュー曲が、うん、ホームページでもね、こちらのオールライトのホームページでダウンロード、うんうんうん、あとうちの K ダッシュモバイルだっけ名前、うんうん、でもダウンロードしてるんですよ、うんうん、これがまたね、うん、なかなかのね、ダウンロード数でね、うん、全然面白くない数字になってるんですよ。ちょうどいじりにくい、どっちでもない、まあまあダウンロードされてるなっていう。
なるほどね、感じになってるんで、うん、でアメリカ土産のカレンダープレゼントもね、あそうの情報もねあるんで、お楽しみということで、うん、あそうか、でミュージックソンザムービー、うん、いよいよ今週でユナイテッドシネマ全国制覇達成です。おおそうか、今日明日公開してるのが、うん、ユナイテッドシネマ浦和、うん、ユナイテッドシネマウニクス上里、うんうん、ユナイテッドシネマウニクス南古谷、うん、でね、なるほど。で今日見てきた方からのメールが来てます、うんうん、はい、山梨県、アメミ、うん、今日ユナイテッドシネマ浦和にて映画見てきました、うん、ラジオを映画にするという新たな試みでしたがとても楽しかったです、うん、振ってる写真展にはたくさん人が集まっていたのですが皆さん順番を譲り合って厳粛に鑑賞していました。チームつけ焼き場らしい安っぽい作りでしたが雰囲気は古代ギリシャ展でした、うん、映画は笑いあり涙ありでとても楽しかったです、うん、ビトたけしさんのところで涙ぐんでしまいました、うん、これからもラジオ続けていってください。おーありがたいね、うん、ラジオネームマカロンさん、今日埼玉県の南古谷のユナイテッドシネマでミュージックソンザムービーを見てきました、うん、ロビーにあったブッテル写真展も主にご年配の方が足を止めて見入ってらっしゃいましたよ、うん、美術館で絵画を鑑賞するかのように感心されていて思わずニヤニヤしてしまいました、うん、そして一番びっくりしたのは、うん、宗岡監督のメッセージがあったことでした、うん、しかも署名がサインっぽくさすが監督ともなると、うん、芸能人気取りなんだなとこれまたニヤニヤしてしまいましたと。はあ、メッセージなんて あるんだ。ん？何の？宗岡監督のメッセージが。なメッセージがサイン。サインって知らないそれ。メッセージってどんなこと書いた？何が書いた？うん。それだけ？なんかマジの監督のスタンスじゃんそれ。うん。何してんの？いやマジの監督って。なんか一回謝罪みたいなの入れといた方がいいんじゃないの？正直本当にミュージックソンザムービーに宗岡さん関係ないからね。うん本当だよ。ねえ、うん。ということで、まああのバンドもあまりにも待たすと帰っちゃってるかもしれないんでね。なるほど。あいますね全員。あいるね。ちゃんと座ってましたね、うん、所定の位置にね。まだだから機嫌は損ねてないっぽいね。あそれでね春日さんね、うん、あのユーミンさんから知ってる？ユーミンさんが、うん、あのなんて言えばいいのかねこういうのあの。うん今回のスペシャルウィークの特別編成局長っていうのをやってるんですよ。一日所長みたいな感じですよね。なるほど、うん。ユーミンさんからコメントが届いてるんですって、我々にですよね。ちょっと、ね、聞いてみましょう、うん。こちらです。オードリーの春日くん、若林くん。どうも、松戸恵美です。あどうも、こんばんは。春日さんにはね、うん、特にあの、以前。日本テレビの番組でサポートしていただいて大変お世話になりました。でもそれ以外でもテレビでしょっちゅう見てるよ。ところで話題のバンド箱根コナキンズすごいってじゃないですか。えおい本当かおいライブもバンバンやっちゃって、はい、で私のところには具体的な噂はまだ届いてないんですけど、ただ相当いい曲ができたって聞いていますよ、はいはい、ぜひ新曲も披露してくださいね、はい。いや最後に、はい、春日さんが、はい、カスミンって名乗ってらっしゃるそうでね、はい、これはあの嬉しい限りですね、はい、私ね、はい土曜の一部は、はい、大昔に11年間もパーソナリティやらせてもらってたんだよ。以前ね、はい、そのカスミンって名乗っていることでコメントをいただいて言ってたんですけど、未だにラジオではカスミンって言ってるそうで、はい、よし今後の使用許可もね、はい、スペシャルウィーク編成局長として差し上げたいと思います。わあわあわあすごいじゃない。すごい。それじゃあこれからもね、はい、お体に気をつけて、はい、バンバン活躍してくださいね、はい、ということでユーミンでした。ありがとうございます。すごい、結構しっかり。かすみ嬉しい。うん。公認になりましたね。もうそうね。使用期限がまだ伸びましたな。そうですね。うん。それはいいんですけど、その、コナキンズのこと言うな。いや、これさ。何をユーミンに、こう音源届くみたいな感じだと、どうすんの？いや、これは、何、どこまで伝えて、その、箱根コナキンズっていうのは伝えて、あ、ゲストに曲は聴いてもらったりは。いやもうダメダメだよ、そんなのダメだよ。すごいことだよ。いやもうそれはもう本当に大物歌手をからかってるだけですからね。そんなものの言い方それダメですよ。それはいやダメだよ。ねえねえ音源などうにか届けない方向でいこう。
まあでもバンドであることには嘘は言ってないからね。いやだからあんだけ音楽にさ命プロ中のプロの方にあんなん聞かすわけにいかないでしょ、うん、だからそうよね、過大評価されてたよねえ、なんだか、だから、うん、心配だですね、心配だすね、ほんとにね、おい、いじってんじゃねえぞ、お前、誰が風大左衛門だ、お前、そこまで言ってないんですけどね、ほんとですか、うん、いやー、これはすごい、だから、今のコメントもありましたから、今日ね、うん、今日はね、ますますの新曲が、はいはい、楽しみになりましたけれども、うん、じゃあ、行きましょうか、うん、ミュージックソン・ザ・ムービーで、ビトタケさんね、泣いた人もいるってことで、うん、一応、報告しときますか、あの人に電話で、じゃあ。一応しときます。だからこんだけ映画 見に来てくれてる人がいるよっていうのをね、うん、ちゃんと報告しとかなきゃいけないです今日はね。うん、ちょっと待ってくださいね。うん、やっぱり、いやそうやっぱり直でね。いっぱい見てくれてるよっていうのを言わないと。うん、直で報告した方がいいね。うん、ダメでしょそれはね。うん、まあスペシャルウィークなんでね。うん、今日はね、8、9という、ね、うん。そうね、特別に2つ。もう一度お越しください。本当にあのバーヒデは本当にボケ運のないやつですね。うん、そうですね、ということでですね、本編の方にね、もう一回言っときます。あ、そうですか、うん、いやでもほらミュージックソンザムービーでも全国制覇でしょ、だってだから明日でか、うん、全国制覇になりましたよっていう報告がしたいじゃない、同じ映画に出てる、いやそうね、人に対して、うん、うん、確かに、だからちょっと報告しましょう、うん、ね、うん、そうね、ちゃんとね、なんて言ってくれるかな、喜んでくれるかね、喜んでくれるんじゃないですか、それはやっぱりね、はい、キュート、うん、うん、それは喜んでくれるでしょう、間違いなく、出るかね、大体話が、うん、うん、時間帯的に第5回フリピーピークアーイあれなんかアレンジしてたよね、うん、大読感なんかちょっと長かったよね、あーひねっちゃったね、うん、バイヒデひねっちゃったね、大読感ウレピーイクイクアイ、うん、ちょっと調子乗ったかね昨日一昨日かな、フジテレビのモノマネ番組でもういじられ倒してたから調子乗ったんじゃない、あ、そういじられてたねすごいいじられてたよ今田さん、これ映画で言うと、うん、2でこけたパターンですけど、あよくないね、追いすぎちゃったねバイヒデさん、大都会愛でいいんですよ。そうなんですよ。カセットテープ芸人なんだからね。その辺はね、うんうん。ということで行きましょう。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は大衆館書店、明治、愛の大学。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。48ラジオにオールナイトニッポン。さあではですね、ここで皆さんお待ちかね、今日のスペシャルゲスト、話題のミクスチャーバンド箱根コナキンズの登場なんですけれども、まずは最初にですねデビュー曲を聴いていただきましょう、どうぞ。デデ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 ちょっと待って。
ってるでしょ。そうか。お前は、そうめん。だけし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 だけ二度とこのメンバーでは箱根には行かねえぞ。さあ、というわけでこの曲で衝撃的なデビューを飾った箱根コナキングの皆さんです。うっす、どうも。うっす、そう、テンション低いっすね。どうもね。ああ、さすがに。ズーさん、あの機嫌の方は？うん、全然大丈夫です。大丈夫ですか、はい、あ、夜はね、強いでね。なるほど、まあ、こっからだからね、俺らはね。なるほど。いやー、ではですね、ラジオに聞いてる方に若い意味ですね、うん、それぞれちょっと申し訳ないんですけれども、自己紹介とその担当楽器をお願いします。じゃあ、俺から。あ、じゃあ、うっす、相馬隆です。結構こっちでやってますけども。まあ、基本的にラップを、担当します。クマネーチ。なるほど。え、今はよくライブでやる感じのやつですか？必ず。ああ、なるほど。あ、素晴らしい、うん、さあ、そしてそのお隣は、ドラムを担当してます。はい、あ、コナキンです。フルトン。おお、早速ドラムで締めていただいて。ありがとうございます。持ってきてくれてるからね。ありがとうございます。いつも、もうそれはもう持ってきてました。なんで、いつでも行けるように。それでなんかこんな深い時間に。いや、全然関係ないよ。でもこっから行っちゃおうかなって思ってますからね。こっから行っちゃおうかな。こっから行っちゃおうかなって思ってます、うん。なるほど。ありがとうございます。さあ、そしてそのお隣が、ベースを担当してます、底辺です。よろしくお願いします。プライド持ってやってる感じがしますよ。なかなかね。そうですね。今日も二放送に入るときに、まあ、何名か我々箱根コナキンズのファンの方がいらっしゃって、入るときにね、底辺頑張れって声かけてもらってね、なんか複雑な気分でしたけど。複雑なのに嬉しいとかではない。3はつけてほしいなという。なるほどね。の底辺としては。ああ、じゃあそれはやっぱりね、聞いてるファンの人には伝えたいですね。3はつけてくれと。まあ、よろしくお願いします。今日は。なるほど。うん、はい、お願いします。さあ、そして最後に。どうも、ボーカル担当の詐欺師です。うん、誰だけリアルだから。いや、リアル。あ、そうなんですか。しいまあ、まあ、それがリアルというのは、そういうなんか経験が、いや、経験ないです。まあ、まあ、メンタルね。あ、メンタルがリアルだから。昔でしょうか。なるほどね。いや、でもね、メンタル詐欺師ってどういうこと。デビュー曲「So Much Take a Shit」でございますか、うんうん、聞いていただきましたけども、うん、このデビュー曲への世間の反応とかってのはいかがですか。いやー、だから、まあ、TL がね、ツイッターやってるんですけどね。 TL? すごい箱根コナキンズずっと応援していきますみたいなやつは聞いたりしますね、うん、はい。え、T、 何ですか、その前の TL が、 TL がツイッター上の T、 あ、そう、 TL ですね。はい、そうです。ああ、そのツイッターのことはあんま知らなかった。すいません、最新な。すいません、ちょっとあんまり質問攻めしないで、帰っちゃう、帰っちゃう、帰っちゃうから、うん、ああ、そっか、っね、怒ってて帰っちゃうから、怒って帰っちゃうから、なるほど。なんかさっきちらっと聞いたんですけどね、そのデビュー曲のダウンロード数が、うん、ちょっとなかなかすごかったという。まあ、そうだけど、ダウンロード数目指してやってるわけじゃないし、うん、なんか、別になんか売れる音楽がいい音楽だと思ってやってねえし、ええ、うん、まあ、いつも通り作ってたらたまたま良かったっていうだけで、まあまあまあ、そのダウンロード数がね、なんかすごかったから良かったでしょ、うん、みたいな感じでね、聞かれたら、まあ、始まってから思ったことだけど、なんか回しがあんまりしっくりこないなって感じ。ちょっとすいません、私もね、皆さんがで、ね、気遣ってる部分なんて変えられちゃ困るっていうね。
そういうところがあるんで、まあ、別にいいんだけど、ダウンロスっていうのはそんなに別に嬉しくもないと。話したことないよね。まあまあまあそうだね、うん、その辺話したことあったっけ、ね、1回でもプライベートでも話したことあった、ダウンロードすな。いやダウンロードって知らないしな。うん、ダウンロード知らない、ダウンロード知らないってことはないと思う。いやいや、話したことはない、話したことはないってことですね。うん、多いのは知ってるけどね。なるほど、うん、その音楽界のなんか周りからの評判とか、うん、やっぱりそのね電波に乗ってこう日本全国に流れたわけで、うん、そのね同じ音楽仲間なんか質問がね、周りがどう思ってるかみたいなことばっかで、こっちのこっちに対する質問が全然来てねえし、こっちのこっちね、周りのこっちのこっちっていうのはちょっとラジオなんでね、ジェスチャーでやられても全然わかんないんですけど、なんかね、うん、別に今の日本の音楽シーンで俺たちが本当に俺たちの腰に来る音楽って本当ねえから、腰に来る、別に腰に来るっつうのはこれちょっとすみません、音楽に疎いもんでね、鼓膜にはすげえ来るけど腰にはやっぱ結局来ないから、腰に来るっていうのは鼓膜止まりなんだよね。そうだよね、今の日本の音楽シーンの、うん、腰に来るっていうのは、うん、そこなきゃさん、どういう意味なんですか、ね、腰、腰に来るって今ね相馬さんがおっしゃってましたけど、うん、だからそれウェイトの、そうウェイトの話、ウェイトの、うん、ウェイトの話でしょ。腰に来る音楽って一体どういう音楽なんですか、これは。いやだからそのそこはもうマージが追い込んでくれねえと、こっちもさっきからなんか本当にもう寸止めからすみたいな感じになっちゃったからいや絶対ねえ、ね、俺たちがっつり話したいってなんか思わないね。腰に来るっていうのは どういうことなんですか、これは。だからその結局全然腰に来ないんだよ、鼓膜止まりなんだよ、耳はすげえ痛えけど腰に来ないから困ってんだよ、うん、こいつは。表現の方法かな、うん、ちょっとだから表現の方法なんだよ、なんていうのかな、なんだこいつ。まあ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 、まあ、とりあえずね、とりあえずしょうがない、しょうがない、放送乗ってる、ちょっとすいませんね、ちょっと私もわからないもんで、うん、じゃあもうあれですか、その今回 の、 そのデビュー曲っていうのは、うん、もう自分たちの、うん、その、まあ、哲学というかね、うん、そういうそのパッション情熱で出来上がったの、 そういうことですか。常にそういうつもりでやってるけど、うん、一個心配がこっちだってあるよ、あ、これ切れて帰ったとして、うん、MC が止めてくれたりっていう流れはあんの、うん、そういう安心感がねえから、まあね、それはやっぱりわけわかんねえんだよ、こっちも行くに行けねえみたいなとこもあるしね。いや、それはね、私も切れて帰られて困りますから。いや、何回言ってんだよ、それ。切れて帰らせろ、そろそろ。なかなかそういう風には持ってきたくないっていうのはありますけどもね。ああ、そうなの、じゃあ、なんかもう自分らは、その、なんていうんですかね、他と、まあ、真似できないようなとこやってるっていう自負があるってことですね、これね。そりゃそうでしょ。そりゃそうだと思ってる。うん、まあ、こっちもそう思ってる。うん。うん、まあ、どういう、どのぐらい、どの部分が、そう、あんまりよくわかんないですけど、デビュー曲。どういったこと、いやだからそっちの質問がわけわかんないね、俺ら答えたいから。いやいや、どの部分がって何だよ、何だから、どの部分が一番そのエネルギーを感じるところなんですか、これは。エネルギー、うん、ラップの部分なのか。いや、俺たち4人で必要があって、4人で一個のバンドとしてやってるから全部必要だし、必要じゃないやつはいないよ、やっぱり、うん。まあまあそうだね。なるほどね。なんかその、変な話ね、テヘンさんとか、うん、コナキンさんがなんかちょっとこうね、もっとこうグッと前に出てきてほしいなみたいなのはちょっと聞いててそう思ったんですよね。どうそれ。いや全然、もっとアピールしてもいいんじゃないかなみたいな、うん、結局リズム隊がね、そう、前に出るリズム隊って何、うん、狂っちゃうと逆にね、わけわかんなくなっちゃう。リズム隊、そのベースとドラムのことね、うん、リズム隊って言うんだけど、リズムの隊、うん、それをリズム隊、わかりますけど、なんかもうちょっとこうシンクって話したかったよね。まあ確かにね。で、すげえ MC がダセーからさ、こういう感じになっちゃってるけどさ、俺帰ってもいいんだよ。いや、それは帰っちゃうよ。いやいや、それはそれは寂しいよ、そうさ。いや、それはちょっと変えられちゃ困るんですけど、詐欺師さん的にね、はい、この曲でこう伝えたいメッセージみたいなっていうのは、うん、まあその箱根の良さでしょ。箱根の良さ、はい。なるほど、まあそれは十分に伝わりましたよね、うん、確かにね。まあまあそのいろいろ来てるんですよ、リスナーからも。あ、そう、メールが、あ、そう、質問のね、そういう、それ行こうよ、もうちょい早くてもよかったよ。
例えばね、この鹿児島県のラジオネーム熊のしっぽくんからね、箱根コナキンズの皆さんに質問ですが、アーティストを目指すきっかけとなった曲やアーティストを教えてください。メールありがとうございます。やっぱりね、俺は言ってくれるんですね。普段塾だよね、俺は普段塾。ちょっとね、その箱根さんのね、曲調と違うような気がしますけど。いや、腰に来たから。あれ来てるな、あれ来てる。腰に来るってことなんですな。腰抜かしたよ、来た。あー、度肝抜いたね、あれはね。腰抜きしかないかと。あんまりその普段、腰抜き。腰抜きしかなかった、あの曲には。腰が抜けた。のこと、腰抜き。イェー、腰抜き。イェー、腰抜き。なるほど。で、相馬さんは普段塾。で、コナギンさんはやっぱりももクロ、桃色クローバー、いろいろあるから、コナキンは音楽で聴くやってるから、やっぱあるから、他にも他は影響されたのが桃、あとだからまあ最初の頃はやっぱり、工藤静香、いろいろ聞いてるから、他にもあるから。ちょっとね、どのいう部分が生きてるのかなっていうのはちょっと分からないですけども、工藤静香とかももう。でも、ウェイトだよね、やっぱ。ウェイト？ウェイト。そう、なんですか、ウェイトっていうの。だから、ウェイトは増えてる。ウェイト、ウェイト。テンさんは？俺はもう、あれ、クラシックしか聴かないから、ドボルザークの新世界とか。おー、なるほど。全部クラシックを聴いて、俺のクラシックのまあ、ソウルをどの辺がクラシックがあって、普段塾と工藤静香でこうミックスして、ミクスチャーにして、この詐欺師が詐欺まがいのことを言うっていうバンドだからね。詐欺まがいのそういうことだね。詐欺師さんははいはいはいね、はい、いろいろ話してますけど、はい、この目指すアーティスト、目指したアーティストをね、うん、曲や、そうですね、まあ井出彩香さんとかね。え、井出彩香さんとかね。井出彩香さん、はい、井出彩香さん大好きで、ちょっと私勉強不足で。あ、本当ですか。知らないです。ちょっと存じないんですけど。本当ですか。すごく透明感のある、はい、本当になるほど。はい、詐欺師さんはこんな感じですか。え、詐欺師さんは、いや、何質問がよく分かんないんだけど、さっきから。いや、だから目指すな。ちょっと生放送中だから。いや、正直だから、こうやってね、はい、いろいろ来ましたよ、ね、普段塾、ももクロ、まあそのクラシックって、だから詐欺師さんはもうちょっとなんかパンチの効いたね、はい、その方とかで来るのかなと。パンチ効いてるでしょ、いないか。というわけで、引き続き箱根コナキンズさんにいろいろお話を聞いていきたいと思ってるんですけれども、ちょっとね、いろいろメールが来てるんですよ。はい、なのでちょっと紹介したいと思うんですけど、はい、ラジオネームハードルなぎ倒し男、ボーカルの方、今日切れるんですかっていうのが来てますけど、これはいや、切れるんですか今日は。いや、そんなことじゃ切れないですよ。いや、それはもう挑発としか取れないでしょ。切れてないですね。逆にそういうのは可愛いもんだなって。なるほど、うん、こんなんじゃぬるいと。そんなんじゃぬるい、ちょっと簡単すぎるよね、うん、考え方で。じゃ、こんなん来てます、うん、岐阜県のラジオネーム小綺麗なのが好き、もしかしてボーカルの詐欺師さんは、お尻の穴から喋っているんですか、なわけねえだろ。おっとおっと、ちょっとこれよくない。今ちょっと切れましたよね。もしできたら売れるよ、そんなやつは。うん、なるほどね。口から喋ってんだよ。口ですね。当たり前だ。詐欺師は口から喋ってんだよ。俺は口で喋ってんだよ。さっきからずっと口で思うよ。そう、井出彩香さんも口で言ったってことですね。俺バカにしてんじゃねえぞ。
大好きなんだよ。すいません。ああなるほど、これじゃ違うと。違う違う違う。僕の穴から喋ってます。口です。ん？そうだ。今相馬さんのターンじゃなかったんですけどね。口です。今のはどう口です。で入れてもらっていいだと俺が。あ、オッケーオッケー。口です。ドド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 ドちょっと待って。いやちょっと待ってくれ。いや。で今ね、こうまあ相馬さんが言って、まあドラム入れてね、コナキンさんがね、底辺さんがベースですか入れて、で流れていって最後ボーカルのサギスさんがデンってこうまた楽器が入ったように聞こえたんですけど、はいはい、これ今それはあるよ、フリースタイルでやってるの、ね、俺らいつだってこういうのできんだから、うん、それはあるだ。サギスさん楽器も担当されてるんですか？いや楽器じゃないで今歌でしょ。歌？はい。デンっていう。デンって歌。うん。あーなんかすいません、うん、口で言ったんだよな、ね、はい、デンって口でね、口で言ったら口ですでドンデンデンドンパンパンが入りましたね。今のパンはあれケツの穴ですか、はい、口だよバカ野郎デルドンデンデンドンドンいやちょっと担当楽器以外やらないでいただきたいんですけども、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんでね、うるせえなぁなので普通に文句言われてるんですけど申し訳ございません、ね、口は悪いけどね、いい人なんですよ。あ、そうなんですね、うん、相馬さんがだってあれですもんね、相馬さん口はね、あ、まあ、悪いんだけど、相馬さんがサコネン連れて言ってくれたわけですもんね。まあまあまあ、うん、なるほどね。じゃあ皆さんは相馬さんを結構慕ってると。そうなんです、うん、金出すからね、うん、口は悪いけどね、それはね金だけのつながりとか、うん、そういうことではない、ね、多分金だけのつながりだと思う。もう最近のつながりだから。あ、そうなんですか。なんか魂でつながってみたいなことじゃないですか。飯もう、でも特に詐欺師なんかは、うん、あの飯おごり始めてから仲いいから、その庭園と、庭園とコナヒンはもうずっと一緒だけど、詐欺師は飯を俺がおごり始めてから仲いいから、あ、最近かもしれないぜ。いや、ちょっと歌ってもらっていいですかね。詐欺師さんはドンじゃなくて。うん、歌わないとそのドン以外のね。いやだからそんなね、ドンばっかりだとリスナーだったり飽きちゃうし、歌を急に振るのなんて、あ、よくないよ、そのプロに。いやでもプロだから、うん、プロだから歌をね。だって漫才急に振られたら嫌でしょ。いやまあプロお前あるのか、漫才急に振られたことがお前はいやないですけど。じゃあね、それはな、それは確かにね、なんかすみません。うん、でもちょっとこういうメールも来てるんですけど、ラジオネーム用心坊主、詐欺師さん、僕は詐欺師さんに憧れて、はい、芸能界でくすぶろうかと思ってます。あ、どうやったら芸能界でくすぶれますかというの来てますね、これ。何も考えなくてやってればくすぶれますよ。深いですね、そんな人いっぱいいますからね。なるほどね、何も考えないわけですな。詐欺師さん何年ぐらい何も考えないで。16年。いや、16年、テレビって呼んでる6年。おお、おお、詐欺師さん、はい、ちょっとささっと行き過ぎたんでね、はい、ちょっと聞き取れなかったんですけど、はい、今はどういう歌詞だったんですか。だから今ソウルで16年って言ったのが出ちゃったんでしょうね、ええ、なるほど。自分の意思じゃないんですけどね、こういうフリースタイルは。え、自分なんか口をからしゃべ、ええ、あのついて出たと、ええ、口からついて出た。あ、じゃあもう考えないで、ええ、もう魂の叫びみたいなこと。そうです、そうです。なるほどね、うん、あ、いやちょっと深いですね、いろいろ。あの武道館ライブはいつですかっていうのが熊本県ラジオネーム SSK から聞けますけど、武道館ライブとかやる予定は。音が回っちゃうからね、武道館って。まあ、確かに、あんまり、やりたいなって箱じゃないけどね、あんまりいいって聞かないよ。でもやっぱりバンドで言ったらね、武道館がやっぱ最終だ。バンドで言うなってお前、オラこうだそう、ほら、ちゃんとやってもらっていいですかね。やるならいい加減、そろ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 2時も回ってるんでね。いや、そっちだよ、なあ、ほらこれ
ほら。お？いや、ちょっと、みんな似てたんで、もうちょっとなんか、ミックスさせてね、いろいろ、なんか違う芸術にしてもらいたかったなってなりますけどね。うんうん、ね、なんか、面白いことやってよ。芸人なんでしょう。いや、ちょっとそういう、確かに、ね、芸人さん見たい、ね、いや、芸人ですけど、はい、そんな風な言われ方、ちょっとなかなかしないですよ。そう、そうなんだ。鬼瓦って。芸人だったら面白いことね。鬼瓦って見たことありますけど。え？ここで？で、いきますよ。鬼瓦ってるドゥンディリディリ、ドンパン、ドンドン。いや、だから、帰ろや、一人一人。おい、ちょっとこれはひどいぞ。これはひどいですよ。これ、スペシャルウィークでひどいですよ、ちょっと。お願いしますよ。メンバーの皆さんにとって箱根とは何ですかと、レジオネームモノクロマンから来てますけども、箱根コナキンズっていうやっぱりね、そのバンド名にもなってると、やっぱ箱根っていうのは、うん、ね、うん、思い入れが、まあ、リゾート地、うん、だね、うん、リゾート地、うん、いや、なんかもっとこうふるさととか、そう生まれたきっかけなわけですから、そういうのはないんですか、うん、もっと、まあ、リゾート土地で、まあ、温泉宿がある観光地だね、うん、いい温泉宿街、うん、いやいや、もっとなんかあるでしょ、こういう事件があってね、うん、みんなの結束が固まったとか、うん、そういうのないんですか、うんうん、初めて旅行に行ったとこだよね、うん、なるほど、うん、4人で4人で、うん、4人で行って、うん、まあ、そこで新しい音楽が生まれた、そういうことでよろしいですか、うんうんうん、なるほどね、うん、いやいやいや、ラジオネームこれってなしですか、横浜市から、ボーカルの方に質問です、はい、唯一のメディア出演ですが、今のところ成功してますか、はい、大丈夫ですかって聞きます、え、成功っていうのは何すか、いや、だからその、うん、ここで一発、その、いや、まあ、今後の舞台立ってることがもう売れてるでしょいやー、まあね、そういう風に通ってもらったらありがたいですけども、36曲ネットでしょ、うん、36曲ネットですけど、うん、これ売れてるよ、もうこれ売れてる、これ売れてる、なるほど、うん、外出たらもう出ましたもん、すごい、いたいたいた、ん、入ってくるときいた、ああ、入り待ちがいたんですか、うん、詐欺師さん、ちょっとあのメールボーカル以外でもお願いしてもいいですかそうね、ボーカルの方にすごい量来てるんですよ、だから MC とボーカルのラリーが全然山場ないからなるほど、たくさん来てるんですけどね、じゃあもう新曲があるということで新曲いきますか、いや、もうちょいなんかいろいろ喋りたいことあるけどね、一発新曲もちょっと聞きたいんでね、うん、なんか、ええ、じゃあちょっとなんか新曲ね、その世界初オンエアという形なんで、うんうん、ええ、ちょっとじゃあタイトルとかってあるんですか、あるある、うん、なんていうタイトルですか、じゃあボーカルいける、うん、言う、あ、じゃあ俺言う、じゃあ曲振りを、うん、ええ、うん、お願いします、わかりました、箱根コナキンズで Hurt to Us、 いや、だからもう箱根から帰ってきて東京ついてたからもう解散だよ、もう、何言ってんすか、なんかありますよ、行くとこがないだろ大体よ、あるよ、いや、東京にね面白いとこなんかないんだよ、タトゥントゥルントゥントゥンタトゥトゥタトゥンタトゥンタタ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 オレンジ色の看板見つけ、薄着のふたつける、笑顔でこっちを見てる、ありがとう、サンキュー、サンキュー、サンキュー、ソーマッチ、サンキュー、ソーマッチ、サンキュー、ソーマッチ、テイクシー、一度は行きたいフーターで、ムチムチボディがたまらんで、ガンちゃん探して興味ないふりだけど、チラ見がバレバレ、俺の視線はドゥドゥドゥ
ヒップに釘付けで、お尻を見てるとハイテンション、でも話しかけられたら黙っちゃう、今度は一人で行きたいな。ダン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 ダ
本当にこれ一発撮りなんですよ。それは雰囲気で分かりましたね。はい、まあ、その時の、それであの車とかで作ってるのとわけが違うんですよ。わけが違う。ちゃんとしたブースで耳になんかつけてやるんですよ。レコーディングをしたということで、その雰囲気に飲まれたってことでよろしいですか、詐欺師さんは。はい。で詐欺師は初めてこういうラジオ局でレコーディング俺たちしたんだけど、ここで撮る前に、あそこのブースの入り口で、えずいてたからね。いやこれはなるほどね。ということはもう、あ、ちょっとこれなメール来てます。ラジオネームモッコリザサード、新曲の感想、もっとヘビーな曲が聴きたいです、解散しないでくださいっての来てます俺。いやでも俺ら3人は、底辺とコナキンと、まあ、俺は、まあ別に解散したくないけど、だからまあまあね、ボーカルがその、へーって、そうだね、ボーカルがすげえ緊張しちゃうから、おい、ちょっと待ってくれよ、これ絆をこう大事にしていこうぜ、これはだからどう、ね、ということはこう、下手したら3人で続けて、その詐欺師を切るみたいな。そういう形で、でもそういうのはないけど、まあ、それはなしにしよう、そういうこと言うと、そういうふうになっちゃうから、だから、俺らも、その正直、フートアースっていう新曲で行こうっつって、したらもうほぼ1曲目と同じで、ソーマチテイクガシットって言っちゃってんねん、もう。結構連呼してたよ。でも、それは、ほぼ、だからそれはない、どういうことですか。いやいや、本当にだから、ソーマチテイクガシットは1曲目だから、その1曲、あの、本当にだからその時思ったんでしょうね。ナチョスって言ってくれて、ソーマさんありがとうと。サンキューソーマチテイカシーっていうのが、もうだから、それは1回だったらいいと思う。はい。ね、その一発撮りなわけだから、そんな出ないってアクセント、まあある、それも、まあ味なわけじゃないですか。箱根コナキンとね。だけど、もう5、6回言ってましたから。だからそのぐらい思いが強いんでしょうよ。ソーマさんに対してね。曲の中で、その相馬さんにダメ出しをね、はい、歌詞が出てこねえみたいな、考えてこいみたいなね、曲の中で言われた時のその心境っていうのはどんなの？そんなのあんたが一番わかるでしょ。そういうことです。なるほど。確かにね。そうです。歌詞考えてこい。ドルドン。歌詞歌詞。オードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールハガキを募集中。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで、皆様からの温かいメールをハガキお待ちしております。ナイチよ、すぼれ。あのもうね、今もうコナキンズ帰りましたけど、もうトイレで大反省会してましたよ。本当ですか。もうそう、 ラジオの MC も、もうなんかショーパブで超滑った時みたいな顔してましたよ。うん、やらしちゃいけないよ。まあ、ここからのね、ゲストがカスキスペシャルってことでね、カスキを出した、まあ、ハイハイのガンちゃんと、あ、どうもありがとうございます。まあ、サトミツと、はい、で、カスキ真っただ中のゴンちゃん。どうも、リクスマールンゴンです。で、このメンバーを今回ゲストだから。そうなんですな。ああ、嬉しいですね。もう、このメンバーで、ラジオをやってる、今、放送されてますから。そうよ。すごい変な感じよね、俺らからしたら。家でやってんじゃないからね、これは。家でやってんじゃないよ、これ。誰かんちだよ、こんなもん。今までだったらね。集まりはね。誰かんちか渋谷のジョイタイムでね。出たー、ファミレスの。触れちゃったけどね。よくネタ見せの後とかで実際だけど、同じ事務所ですよ。このメンバーでね。で、ちょっと、さっきの歌はもう、ゴンがもう、もうゴンで行っちゃおうかな。いやいや、まあね。いや、僕じゃないですよ、あれ。緊張し倒してたから、途中ぐらいまで結構いい感じで、最初ね、なんかこのセリフのこうやり取りから始まって、あれね、なんか2曲が違う感じだなって、途中まで思ってたんですけど、だって、なんか、やはりそういう、こういうやっぱスタジオが慣れてないもので、そのやっぱり、
ガラスの向こうに大人がすごい見てると、はいはいはい、こんなところでね、ええ、2時間いつも喋ってんなっつって思いますけどね、ふっとこう入っちゃった、そしたらもう真っ白になっちゃって、うん、もう歌詞とか出てこなくなっいやでも、でもそれ撮り終わった後、あの本当にゴンだけが、うん、ちょっともう一回撮らせてくださいってもう俺ら3人は、いやもう出てこないぞ多分っていいだろいいもうこれでいいよっつって、なるほどね、そうそうそう、そうなんですよ、で急に残念ですね、解散なんて言われて本当にちょっとショックを受けて、もうだって2週間ぐらい前から後輩芸人に相談してたらしいよ、このカスキ出るんだけど売れようと思ってんだけど、うん、その一発でさっきだってトイレで、うん、今日人生のピークだなって言わなくていい言わなくていいんだよ、ほんとになるほど、入れ込みすぎちゃったのかね、いやで、そのこのカスキのその新曲披露で一発でこのチャンス、うん、で、俺は言ったの、ゴンちゃんこれただの、うん、ただの2月25日だよって普通の日が過ぎてくだけだからねっつったら、いや今日俺は絶対売れるんすって、うん、新曲披露でっつって、うん、でツイッターやってんだよね、はい、でフォロワーが今何人なんだっけ、今あの1000、はい、ぐらい1000なんです、はい、で、あの聞いたら1万人のフォロワーぐらいの人がいたらもうすごい売れてる、うん、名のある人と言っていいっていう数字なんですって、だから1000から始まっても増えて、今見てみ、多分1000から、いやもう一気に桁が上がってるじゃん、ゴンの名前、これまあ一応ね、うん、あの詐欺師とは言ってるけど、ビッグスモールのゴンって言ったら、フォロワーの数がえらいことになってるですよ、すごい結果が出るんじゃない、うん、ちょっと今読み込んでます、あそうね、あの悪口とか来てない、大丈夫ね、あそうね、そういうのちょっとチェックして ね、ちょっとね、あの、1012 1010から1012です、2人この3時間で2人を増えたんですか、はい、この、おかげで2人増えましたすごい売れたね、あすごい売れたねじゃないでしょ、何チロを見る目で俺見てやめてくださいよ、売れたじゃん、売れたね、増えてんだから、いや2人しか増えてない、感想は来てないのね、まだね、いやまだ来てない、来てないんだ、2人だもんね、だって、まあ、2人だね、どっちかが書かないといけない、ということでね、うん、でまあカスキっつっても最近またゴンと飲んでたりして、うん、ガンちゃんはさ、うん、まだ金持ちじゃないの、あノーノーカネノマネノマネまだ入んないよね、そうそうそう、まあそうだね、まだ、うん、いやだからもう今月だって給料3万7000だもん、うん、でしょ、うん、いやそういうもんなんだよ、そうだ、で俺8月ぐらいだったもん、まともな暮らせる金が、あの 8月、うん、40万入ってたからあそこでようやくなるほどね、リアルな、リアルな数字が出たな、2008年の暮れでしょ、うん、今、まあ、2009年の8月40万入ってた、で俺すごい覚えてるので、ずっと借金ちょっと借金あって、あと家賃と、あといろいろもろもろであれしてさ、あなるほど、で漫画喫茶に行こうと思ったの、3時間仕事から仕事の、その時も結構激務、今のガンちゃんみたいな感じで、相手ちょっと、そうそう、で漫画喫茶行こうと思ったら金なくて、うん、あのコンビニで金下ろそうと思って、うん、下ろした時の明細が40万で残高が、うん、俺ファミマで腰抜かしたんだ大丈夫だった、大丈夫大丈夫だった、でその後ソフトクリーム買ってちょっとね、ちょっと多く入って自分へのご褒美、ね、夏らしいものをね、でフルフラットの、あの借りたんだから、川場の、あ漫画来たね、ちょっと高いんだよね、うん、そう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 、くつろげるから2人で入れる、まだ入ってないね、まだ入ってない、ああそうだ、だからこれが本当入るのかどうかも謎ですよ、だからいや入るよ、入るよ、仕事した分は入る、いやいやそれ入んねんじゃねえかって思ってるから俺、それは本当に出来高制だったら入んないですよそれおい、ちょっとどういう意味なんだそれは、いや上田さん次第だから、いやちょっと給料明らかに貧富の差が出てきたらおかしいだろそれ俺でも言うよさすがにそれおいって言うよ、だってもうこの時点で、うん、ガンちゃん、もう本当に上田が売れてくれれば俺は嬉しいからって飲みながら言ったの言わなくていいだろ、共に生きようと、共にいい話にみたいに言ってんじゃねえよ俺氷投げたんだからやめろってで、ゴンはね、うんはい、だから、うん、これ今ね、もう言っちゃっていいですか、ゴンは今3人で住んでんですよ、はい、そうですね、うん、で、この間、うん、ゴンと2人で飲んでたんですよ、俺、うんうん、だからゴンが、きついっすと、
どうしたんだって、うん、で、皆さんリスナーの方ね、馴染みあるか分からないですけど、うん、番組のカメリハっていうのがあるんですよ、うん、じゃあ我々とか皆さんね、里光もガンちゃんもやってたと思うけど、うん、俺らもね、うん、番組の例えばジャニーズの人の名前の札を首から下げたり、うん、あと先輩の芸人ですよね、うん、の首から誰誰っていうのを下げて、うん、その芸人でねリハをするんですよ、それをこの間ゴンちゃんやったらしいです、はいはい、でゴンちゃんが首から下げ、誰役をやったかっていうと、うん、事務所の後輩の、うん、ヘイタクだった、うん、よりにもよって、そうですね、もうちょっと高いとこ探すっていうことをずっと言いながら平宅に近寄っていって、でもうやめてくださいっつって、うん、今ちょっと高いとこ、ちょっと意味が分かんないけど、どういうこと、いや身を投げようかなっていやちょっとね、平宅ちゃんっていう、でこの間は本当に、うん、番組の、うん、本当だよ、うん、子供と一緒にやった番組があったでしょ、子供と一緒にいろんな実験したりする番組やったじゃん、我々が、俺とあやパンさん、はいはい、はい、深夜のね、あの時ゴンが誰の役やったか知ってるか、カメリハで、おカメリハやってた、やったのよ、はい、存じない、春日の役やってたゴンお前ひななんでずっと胸張ってたマットありがたい、マットしてくれて、いや勝ったのはいいんですよ、先輩なんで一個ね、でもやっぱ後輩のカメリハってちょっと辛くないですか？いや、わかる、それは。俺らも、自分違うけど、ザ・タッチとか後輩じゃない。それのカメリハとかやった時に、わざわざそのね、ザ・タッチのちょっとあるでしょ。あれを、やってくれと。なるほどね、あれは確かにちょっと来たね、うん、俺も辛かったもん、石原良純さんの役やった時、いやそれは別にいいでしょ、それはいいだろ別に、良純って書いて下げてやったもん、そうだろ、分かんない先輩だし、そう、それはいいだろ、先輩じゃない、俳優さんだし、それはいいですよ、自分で出たいじゃん、うん、まあまあそうね、そうそうまあまあそれ言い出したら切りないけどね、うん、でゴンは今3人で住んでんだよね、はい、うん、3人で住んでんだよ、で、うんうん、あの話もいいの？うん、どこですか？カメリハのお弁当の話。あれ、うん、でもこれちょっと僕がおかしい、まあまあうん、あれなんですが、うん、和田さんね、まあリハが終わって、うん、でまあ終わったら楽屋大部屋だったんですよ、うん、で、若手がすごいバーって K ダッシュのうちの事務所の所属の芸人がもう12、3人いたよね、12、3人いて、でバーっといて、でその中に僕らビッグスモールがいたような感じなんですね、だから結構もうちょっと年も離れてるような感じで、先輩でだいぶ先輩で、うん、でお弁当を出してくれたんですよ、スタッフさんが、でなんか弁当の種類が4つありまして、魚と、うん、唐揚げと、うん、チキン南蛮と、うん、なんかとんかつみたいな、うん、そういったのがあって、うん、でパッて僕が取ったんですね、うん、って言ったら目の前にいる4つうちの事務所ってライブがあるんですけど、うん、一番上のライブに出てる後輩が、うん、その仲間内同士での、うん、まあ、ミニコントなんでしょうが、うん、一番上のライブの順で弁当を選ばねって言ったんですよ。ほう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 、はい、上に出てる順で取った瞬間に置いたんです僕なぜなら僕一個下のライブだからその中だったら一番下のライブ出てんだよね。そうですね、うん、だから上のライブから やんないって後輩がすごい言ってきてるから後輩の言うこと真に受けてちゃんと置いたんですね。うるせえよね、そのマネージャーもマネージャーでね、うん、なんかちょっと、いや、もうそりゃそうでしょみたいな、ちょっと面白の方にしてこようとしたんですよ。それは実力主義だから、まあ、それもっとくそと思いながら、置いて、うん、ね、まあまあ、俺は一個下に落ちたから、いいけども、ね、もういいよ、いいよ、本当にどうぞ選んでくださいと、したらもう後輩が、なんかちょっと、キュンとなっちゃって、いや、いやいや、いいです、いいです、みたいな。感じになってるんですよ。で僕に気を使いながら自分らの弁当を選んでいったんですよ。なるほど。まあね。で、うん、それを僕が最後残ったのが、うん、魚なんですよ。うん、ジジ扱いしてるんですよ。いやいやいや、これ聞いたら
みんなが肉が好きだったりなんだりしただけでしょ。いや僕にもっとなんかどうぞどうぞっていう感じで魚を選んだんですよ。僕に最後魚を選ばせようとして、あのジジヤしかしてきやがって。あの唐揚げとかハンバーグとか好きだし、俺はジジヤ扱いしやがって。深刻だねこれ結構。もう俺も心当たりあるけど、もう売れたすぎてもう全員悲願じゃってるから。深刻だななかなか。マスクはないですよ。だってそういうの。俺も言ったら飲んで、そんな、うん、俺をジジイ扱いするんですよって。いやそれも被害妄想だと。それは別にみんな好きなので、たまたま魚、あいつジジイだから魚残してやろうぜなんて思う後輩がいないから、この世の中に。いや違うんだっつって。で俺も売れたいっつってずっと言うのに飲んでて、でどのぐらい売れたいのって聞いたら、もう骨一本なくなってもいいっす、骨一本なくす代わりに売れていいっすって。もうその大喜利としてもダメだって。確かにね、意味わかんないから、売れたい気持ちが伝わってこない。何を引き換えにって言われてですよ。これ一本、いや相当痛いですよ、その覚悟。いやそれは痛いよ、めっちゃ痛いやつですよ。でも、うん、もっと背骨を抜いてもとかさ、なんか骨一本だとなんかどこかもわかんないし、背骨背骨どんぐらい売れたいのって聞いたの、ゴンちゃんに。したら、CM 撮影の打ち合わせなのに忙しすぎて眠いっていうぐらい売れたいっていう、もう大喜利としてもダメだし。まあ例えがピンとこないのが多いよね。なんかそうですか。CM、 まあね、そういう忙しすぎて CM で嬉しいじゃない。まあ確かに、舞い上がる、舞い上がることすらできずにって。でね、3人で住んでんですよ。何回もこのラジオ聞いてる人は知ってると思いますけど、あの誰でしたっけ、ブリッジマウンテン山口と、誰だよ。一応後輩だから、同じ事務所。あとサボテンラッシュの田中君。誰だよ。後輩だから。後輩です。覚えてあげて。田中の後輩です。F1 のチームじゃないの。いや、急に言わないだろ。F1 のチーム名みたいに言わないよ。それにしたってサボテンラッシュ山口ってダサいだろ。それで3人で住んでて、でそれで、今日もう来てんすよ2人が、このラジオの現場に、はい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 、でどうしてって聞いたら、2人本当に、涙出そうになりました。私は何よ。いやゴンさんが2週間前から、今日で売れる、俺はもう勝負かける、今日1日で売れるんだっつってずっと言って、正直そのコナキンズの歌詞とかも、7パターンぐらいノートに書いたりして、で田中に至っては、もうドラムをやらされてたんですよ。すごいじゃん。夜マジか。いろんな曲を試して、だから山口と田中偉いよ、あいつは電車賃もないのに、あのゴンさんが売れる瞬間、人間が売れる瞬間を見たことないんで、その一緒に住んでくれてるゴンさんが売れる瞬間を見に来たんです。なるほどね。それでさっきゴンがトーク回してた時、二人とも一回も笑ってなかった。あいつらね。いやマジであいつらは相当バカにしてますからね、僕のこと。いやそんなことないけど、わざわざ見に来るんだから。いや、育てるんだよ。だってあいつらで1000円ぐらいしか変わんないでしょ、家賃3で割って。いや1000円も変わるでしょうよ。自信満々に言われても。だってあんたいくつよ。だって僕は今年で36、37になりますね。あで、で2人は？あれは24、25です。もう一回りしてる。もう本当に夢で胸膨らんでる時期だよね。ねえ。いやもうもうつい最近のことなんですけど、なんか二人で買い物行ったんですよ。それで、帰ってきたらめちゃめちゃ暗い顔してるから、どうしたのって言ったら、もうこれもうほんと事件なんですけど、なんか、盗みを働いたと思って、なんか、私服の、なんか、
万引き G メンに、万引き G メンってなんかなんかあれってあのさっきのと同じどもり方した感じがあったね今ね。ナチョスも出ねえし万引き G メンで後輩出せやと思ってる万引き G メンばっかりされちゃうじゃん。なんて言うんですか私服の出ますもう出ないかもういいや、うん、いやそれでその万引き G メンに捕まったと、うんうん言ってんすよ。ですげえ暗い顔してるから、うんうん、でなんか、分かるよ。なんかその店出た時にその気持ちなんかそのカバンになんかそのかいっぱい買ったから入れてたと、うんうん、なるほどね。それなのに、うん、それちょっと何これ盗んじゃダメだよみたいな感じで、でまあ気が弱いから何も言えない感じな、うん、2人だから見た目もそうだし、うん、そいやああとかなってて、うん、でなんか領収書をあ、そうだ、領収書、買ったやつ全部買ってるから、見せればいいやと思って、領収書を出そうとして、こう、ね、出したら、うん、あ、もういいです、もういいです、みたいな。確認しないで、うん、あ、こいつら盗んでない、みたいな、はいはい。お客さんをね、うん、それを聞いて、うん、僕はね、自分でも思ってないほど、ブチ切れてしまったんですよ。怖い、自分の怖い後輩が。疑われたと。ふざけんな、そいつ。いいね、いけいけ。なんだ、そいつ、もう見て、どこどこの、おーっつって。俺、そいつ、ババアなのっつって。待って。俺ね、じゃあ、領収書持ってこいって。僕もね、家の中で持ってこいなんて言わないですよ。持ってきてみたいな口調なんですけど、まあね、持ってこいっつって、領収書持ってこいっつって、電話番号載ってんだろっつって、もう口がガーッ荒くなって、僕も信じられないぐらい。で、電話するぞって、そいつ、その万引き G メン、一人や二人って分かんないから、そいつ、どういう特徴なんだ、ババアなのか、あジジイなのかみたいな、もう本当だ、お年寄りの方ですかって僕普通だったら言うんですけど、まあ、あまりに切れちゃってて、俺可愛い後輩やね、そんなことされてっつって、ジジイなのかっつったら、田中くんが、はい、ちょうど5、3ぐらいです。あーっつって、俺ジジイ扱いしやがって。俺ジジイ扱い。若手芸人じゃん。いやいやいや、ちっちゃいわ。いいじゃないか。いやいやいや、ちっちゃすぎるわ。田中からしたらね、もうそう一回り違うだよ。ジジイだよ。ジジイだよ。ゴンちゃんジジイだよ。俺ジジイなのか、いいえ、ジジイですだと分かりますよ。ジジイなのか、はい、ゴンさんぐらいの。これはちょっとバカにされてますよ。いやいや、で田中の身を守ってやろうって思って怒ってた人が。たったそのジジイってことだけですぐ180度変わったんでしょ。もうすぐベッドに向かって、布団袋まで。結局電話しなかったの？そうしなかった。しないの？急に冷めちゃった。なんかね。はい。でまあそんなまあな情けない先輩でしょ、山口と田中からしたら。ガンちゃんだって俺昔全然今みたいなね状況の前。一緒に金融に金返しにね、前も話したけど、行った時に、ガンちゃんの年下の金融会社の人に、うん、あんたいい年したおっさんだろ、借りたもん返せって怒鳴られてたんだから。シュンとして帰ってきた。新宿のね、通りの植え込みにガサーって落ちてた。尻もついて。でね、まあそこ二人見に来てるってのもあるけどね、うん、次ね、もう、トークゾーン、ゴンちゃんあげます、1個。おっ、ちょっと待ってください。売れてください、そこでトークして。ね、よしきさんね。うん、これ日本放送からのプレゼントだよ。だって、聖堂さんなんて昔他局のトーク番組から見て、ゴンちゃんはね、フリートーク面白いってずっと言ってくれてんのに、今日一回も笑ってなかったよ。厳しい。ゴンちゃん、ゴンちゃん、ちょっと泣きそうになって。いや、めっちゃ嬉しいなと思って。あ、大丈夫？あ、はい。CM の後、ゴンちゃんのトークゾーン。本当ですか？今もう売れてやってください、だから。今喋ったのは違ったんですね、じゃあ。そうですよね。今のは違う。違うんですよね。今のは良かったよ。良かったよ。良かったけど、次で、売れちゃってください。行こう。次です。ゴンちゃんが売れる瞬間を、リスナーの皆さんと見守りましょう。よし。さっきのトークを超練習してた。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。聞こうぜ。さあ
始まりましたゴンの爆笑フリートークコーナーということでございましてで、なんかちょっとブースの中にね、今ちょっとビッグスモールのゴンの一人しかいないんですけどね、ちょっとどうしようかなと思ってますが、ちょっと時間を与えられたので、ちょっとだけリスナーの方お付き合いください。僕ですね、もともとバックパッカーをやってたことがありましてですね、でカナダの方に1ヶ月ぐらいずっとバックパッカーで行ってて、でその時に高校生のなんか5000キロを縦断してる、自転車で縦断してる人に会いまして、ですごい影響されて、でわあかっこいいなと思って、関西空港にこう僕はその帰り降り立ったんですね。で関西にはいとこがいて、で僕はその時実家は福岡だったんですよ。だから関西空港から、福岡まで僕自転車で帰ろうと思って、いとこの、自転車をもらって、関西から福岡まで自転車で帰ってみようと思ったことがあったんですね。でその話なんですが、まあ2号線をずっとこうブーっとこうチャリンコで行ってますとですね、もう本当にもうずっと夜中の12時ぐらいまで漕いで、で道端で寝てみたいな、で3日ぐらいこうやっていけば着くなっていうような感じだったんですが、広島、あたりで夜中こう自転車を漕いでますとですね、なんとこの目の前にですね、このすごくこのバンバカバカバカみたいなね、暴走族がすごいこう来たわけですよ。でやべえと思って隠れて、後ろからこう聞こえてるんで、後ろからバーって来て、でバーって隠れてファミレスの駐車場にパッて隠れたんです。でその、暴走族をバーっと前に行かせて、それから僕がこうまたゆっくり2号線をずっとね進み出して、前の方にこう暴走族がいて、僕が後ろで自転車を漕いでる、リュックを背負ってるといった状態です。でずっと5分ぐらいこうチャリンコを漕いでたら、また後ろから今度パンパカバカバカが聞こえてきたんですよ。これやばいなと思って、前もいるし後ろもいるということになって、もうちょっとだん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 この距離もだんだん狭まってきてると。で横パッと見たら、ずーっとガードレールで植木バーって植えてあるところで、横にそれる道もない。でどん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 こう狭まってきて、後ろと前の暴走族にこう挟まれてるような形で、やばいって言ったら今度橋になっちゃいまして、もうこれもうやばいと、橋だともう逃げる場所もないと、っていうことで、もうやばいやばいって言ってたところで、ちょうどその橋を渡り切ったところに、このなんかその崖というか、この下に降りるところがありましてですね、その橋の下にガラガラガラッと降りていったんですよ。逃げようと思ってバーッと。そしてもうこれはもうこの橋の下で今日はもう寝て過ごそうと思って、橋の下でこう寝袋ガーって出して、で橋の下でこう口だけ出してる状態にしようと思って、もう疲れてて、それで怖かったしっていう思いでガーってこう口だけ出してたら、さっきの暴走族がどん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 その降りてきたんですね。そのなんか土手のところの下のところに、でガーって僕が寝てるところの周りをぐる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 回り始めて、それ多分暴走族の集会の場所だったんですよ。その真ん中で僕はこれ寝てて、口出して寝てて、それでどうするよこいつよとか言って、もうそのなんか言われてるんですよ。で怖えと思って、いや怖いけどどうしようと思って、もう寝ようと思ったら、あまりの怖さと疲れで本当に寝ちゃったんですね、僕そのまま。で朝になったんですよ。で、それでなんかどうしようと思ってパッと見たら、暴走族いないと思って、で僕の自転車パッと見たら、サドルのところになんかクリームパンが置いてあったんですね。うわ優しいと思ったんですけど、なんだか僕まだよく分かってない状態、うわなんだこれと思って、自転車こうまたがったら、なんかそのサド、ハンドル の向きを上にブリンってされてて、なんかその、マウンテンバイクの絵がこうブリンってなってたっていう、なんかそういういいことしてくれたんでしょうけど、僕はちょっと検証になって福岡まで帰ったっていう話なんですけどね。オードリーのオールナイトニッポン、この番組は大衆館書店、明治、以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送キアステーションに全国36局ナッツお送り。
はい、エンディングですけどね、ゴンちゃんのトーク中、はい、もうみんな PK を蹴る選手を見てる、みんなもう山口と田中もみんな祈ってる、ずーっと祈って聞いて、最後のオチの手前のハドルとあのサドル間違えたとこで、あみんな頭抱えてましたね、最後の最後、ね、ただまあ全体的な面白さですから、フォロワー数が先ほど1012だったじゃないですか、はい、うん、ちょっと見てみて、ゴンちゃん1万超えてたらもう、いやそうだよ、増えたってことだ、何人ゴンちゃん、うわぁ、うん、どうい1052 1000って言った時点でもうね、一番いやあの経験年間も分からないですけど、この短時間で40増えるってすごいことなんですよ、だからあのオチはクリームパンでいいんですよね、いやその、うん、そうです、その先でしたっけ、その先なんですけど、ハンドルが鬼ハンだ、あ鬼ハンですよ、ね、本当にハンドルがブリーンなんですよ、要するに鬼ハン事件ね、いやー全然来なかった、ましたよ、普通だったら練習ちょっとするんですけど、うん、もうちょっとテンパっちゃいましたですね、結構メールが来てて、一通り読んだ作家さんの感想だと、はい、春日とフリートークが似てるっていうおい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 このジャンル一人でいいんだから今ジャンルいらないよ、いやいやいや、まあ、プレゼントですね、これどうしても言わなきゃいけないんで、フーターズカレンダーのプレゼント、キーワードは春日さん、うん、何しましょうか、ジジイ扱い、これ言いましょう、ゴンちゃんのジジイ扱いね、残ったんで、メールアドレスは kw@allnightnippon.com でございました、うん、ということでね、よかったねゴンちゃん、いやもうだから売れたよ、もう売れたね今夜、そうそう、ね、大森くん電話になるかもしれないから、うん、あのね会社あなってないもんよ、若干無視に近い感じ、まだね、ということで、うん、スペシャルウィーク3人ともお付き合いいただきありがとうございます、ありがとうございます、頑張っていきましょう、ね、ゴンちゃんね、はい、ありがとうございます、お疲れ様、うん、ということで皆さんありがとうございました、この後また夢でお会いしましょう、アディオス。